アトランタから車で45分、自然豊かな土地にあるジョンズクリーク市。海外ドラマで見るような映画とか。先月5日、ジョンズクリーク市では独立10周年記念式典が開催されていました。10周年を祝うさまざまな催しが行われる中、独立当初から市長を続けているボッカー市長のスピーチが始まりました。私は自分たちが素晴らしいと信じています。特別なものは特別な人たちによって作られます。そして皆さんは特別です。私たちの市は特別以外の何者でもないことを証明しましょう。市長自ら特別だというジョンズクリーク市は、独立する以前から高級住宅が立ち並ぶ裕福な地区。現在は人口およそ8万3000人、平均世帯所得はおよそ1270万円、全米の住みやすい都市ランキング4位の町です。なぜこの町の人は独立を望んだのか。当時賛成に票を投じた方に話を聞くと、驚くべき理由を語ってくれました。支払った税金は自分たちのために使いたい。その方が質の高い生活を送ることができる。自分の税金が誰か知らない第三者のために使われるのではなく、税金は自分の利益になることが理想だと思ったんだ。つまり自分が払う税金はまず自分のために使ってほしいと独立に賛成したというのです。お金持ちが独立した町、そこには富裕層に向けた驚くべき行政サービスが。明日のフジテレビは7時からは激動世紀の大事件。